どうもこんにちは、そうやです。はい、作業は2日目でございます。前回はですね、壁に柱を立てて、コンセントの設置、あと隙間の空いてるところにコーキングを打って気密処理をしました。で、今回はですね、いよいよ断熱材を貼っていきたいと思います。前のガレージの断熱処理をした時はスタイロフォームを切って使ってたんですけど、スタイロフォームはね、すごく作業が楽なんですけど、後のゴミがとんでもない量が出てくるんで、ちょっと今回はそれまた片付けるの嫌だなと思って、今回はグラスウールの断熱材を貼ってみたいと思います。今回グラスウール貼るの初めてなんで、ちょっと試行錯誤しながら頑張ってやっていきたいと思います。それではまず今回使うグラスウールをご紹介します。はい、今回使うのはこちら、アクリアマットと呼ばれる、グラスウールの断熱材です。密度は 10K、 厚みは 5cm です。で、幅が430、縦の長さが2880ですね。で、この1袋の中に、9.5 坪分、入っているらしいです。24枚入りって書いてるんですけど、多分カットして使うことになると思うんで、もうちょい貼れるようになるかな。で、今回これを選んだ理由なんですけど、純粋にこの予備厚さ、厚みが5センチっていうのがですね、ホームセンターにこれしかなかったんで、これを買ってきました。ウレタンフォームだったら厚みがそれぞれ設定されてるんで、前回設置した真柱の厚みに合わせて、買ってやれば綺麗にできるんですけど、これはちょっとどうなんでしょうね。まあ、とりあえず開封して早速作業していきたいと思います。こんな感じで圧縮されてたんで、もう膨らんできましたね。さあ、後戻りはできませんよ。よいしょ。長い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 。はい、1枚の大きさはやっぱ結構長いですね。厚みはこれくらいです。まあ、圧縮したらでもちょうど良さそうかな。もうちょっと厚くても良かったかな。今回使う工具はこちらのエノックスのユーティリティナイフとですね、実はもう一つあります。こちら、最初に紹介した、ハンマーアタッカーです。今パカッと開いちゃいましたね。ここに、ホッチキスみたいな感じですね、針を入れてあとは叩くだけっていう。はい、もうここにタッカーの刃が立ちました。よいしょよいしょ。はい、こういうね、ね、本当ホッチキスみたいなもんですね。これを叩けば刺さります。がっつり入ります。いや、いいですね。はい、こんな感じで打ち込んでいくという感じです。ではやっていきましょう。こういう感じで取り付けていきます。ここにナイロンの耳があるんで、この耳の矢印のついているところにタッカーを打ち込んでいくという感じです。柱の中に耳を折り込んでもさっと入れちゃうだけっていう、施工方法もあったみたいなんですけど、最近はもうそれはやってないらしいです。こういう感じで、ビニールで封をしてやる。で、中のグラスウールは隅々まで詰めてやる。こういうやり方で進めていきます。ちなみにこのハンマータッカーですね、叩いたらやっぱうるさいんですけど、あまりにちょっと音を出したくないなっていう時はですね、こういう感じでこうやって押してやれば普通に綺麗に打てますんで。普通のタッカーも持ってたんですけど、この断熱材の施工をしている業者さんの動画をちょっと見させてもらった時にこれ使ってて、ああ便利そうだなと思って買ってみました。これもなかなかいいですよ。はい、とりあえず1枚貼れました。で、余りが、まあ、大体半分くらいかな。3分の1ぐらいですね。さあ、これ1袋でちょっと何枚できるのか試しにやっていきます。いや、これ1袋で済んでくれたらすごい嬉しいんですけどね。
はい、というわけでちょっと雨音がだいぶ強くなってきましたが、こんな感じで断熱材やっと3分の1ぐらいですけど施工終わりました。いやー、無事取り付けができて安心しております。で、施工してて思ったんですけど、前のガレージで使用してたウレタンフォームよりこっちの方がなんか気持ち的に施工しやすいような気がします。スタイロフォームの場合、置き場所をですね結構取るっていう欠点があるのと、あと幅に合わせて切らなきゃいけないんで、はめ込むまでの下準備が結構大変なんですよ。それに対してこのグラスウールの断熱材の場合はもう袋から取り出してはめて、タッカーで留めて、あと下をちょん切るだけ、すっごい楽です。で、私がもう一個ですねちょっといいなと思った点は値段ですね。スタイロフォームは 40mm の厚み1枚あたりだいたい1000円からまあ1200円ぐらいするんですけど、このサイズのアクリアマットでしたら25枚で7600円ぐらいです。スタイロフォーム25枚とかだったら2万5000円以上するんで、結構ね、稲葉ガレージいじられてる方はスタイロフォームを使ってると思うんですけど、このアクリアマットも悪くないですよ。はい、というわけでじゃあ、残りのですね、まだ作業箇所がはいこれだけ残っておりますんで、全部やっていきたいと思います。はい、ついにアクリアマット25枚使い切りました、使い切った感じですけど、1面、2面までは貼れました。で、3面目のここから先が貼れてません。4枚足りませんでした。これはあの切れっぱしも全部使って、これだけ貼ることができたんで、でもコスパはやっぱいいですね。さて、それではあと4枚足りないんで、ちょっとホームセンターに行って買ってきます。はい、追加で断熱材を買ってきたんですけど、同じアクリアマットがなくてですね、マットエースっていうやつを今回買ってきました。これバラで1個460何円とかそんな感じです。で、サイズがですね、縦横のサイズは一緒なんですけど、厚みがアクリアマットより 5mm 太くなります。これ入るかな、ちょっと不安ですけど、完成まであと少しなんで、こいつを使っていきたいと思います。はい、というわけで断熱材の作業全部終わりました。いや、この作業も1日かかりました。だいたい1工程1日ですね。で、新しく購入したピンクのマットエースなんですけど、正直言いまして、稲葉ガレージのこの仕様で組み立てるときは使用するのをおすすめしません。やっぱマットがですね分厚すぎるのと、耳の長さがアクリアマットよりも短くて一部幅木に届きませんでした。なんでもうテープで、とりあえず留めております。これ後で防止テープ追加で買ってきて、上から下まで綺麗に、貼っておく予定です。で、アクリアマットで仕上げたところは上ちょっとまだね、仕上げ終わってないんですけど、比較的綺麗に作業、終わってます。一応こういう感じでですね、シートとシートを、合わせるような形で隙が入らないようにしております。はい、というわけで今回の作業はここまでとなります。スタイロフォーム以外を使ってるのってあんまり見なかったんで、ちょっとチャレンジしてみたんですけど、意外とうまくいったんで、いや、良かったです。はい、次回はいよいよ石膏ボードを貼っていきたいと思います。これも貼り方がちょっとあるみたいで、今度は解説しながらやっていきたいと思いますので、またよろしければご覧いただけたらと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。